はい。轟きについて、まず最初にすることといえばという。それは、いいよ。正解、あれです。あ、でも言いたいこと一緒だと思います。この自分の自己ルーティンじゃなくて、一般的な正解を導き出すってことでしょ。これは、まあ、そうですね。だから、ポチャフロの準備ね。ポチャフロの準備なんで、それは違うからさ。それは一般的じゃない。そうだね、うんうん。一般的にすることだよね。うんうんうん、僕なんかで言うと、例えば、本当にシューさん見つけてツイッターにさらすとか、そんな感じですから、一般的なことで。ねえだろ。やったことねえだろ。やってたの、もしかして。裏垢でやってました。いや、これじゃない？昔はポチャフロやってなかったらこれかな。ああ、そういう目線で見れるのか。うん、まず行ったらこれをでしょ。大体俺行った時、試合始まってること多いからな。届け金について最初にすることといえば、まずタクシーの支払いなんだもん。なんだろう。まあ、なんだろう。でも、多分これだろうなっていうのはね、一個あるんで、それだって当たってればなって感じがするかな。せーの。変わる。難しい。ちょやることじゃない。全然違うね。フロンパークを一緒する、到着のツイート。ああ。到着のツイートか、確かに。みんな結構画像付きで、まあ、それこそ、着弾みたいなの言えば、ついたみたいな。そっか。確かにそうだな。高揚感、精神面、高揚感を抑え、精神面。まあ、着弾のツイート、もう皆さんがやる前ですよね、本当にフロンパークに一歩足を踏み入れた瞬間に、やっぱり、うんうんうん、こう、高鳴る高揚感。いや、生ビールじゃない いや、まあ、それもすげえ分かる。うん、それも分かります、ね。入ってさ、まずさ、塩ちゃんこんとこ並んで生も買うでしょ。それも僕の場合、それも2回目なんですよね。アクションとしては。まず平常心を保った状態で生ビール買いに行くんで。じゃあ、平常心、それ考えたら平常心保つ後にやるのは生ビール買うってことでしょ。そうですね。あ、ほら、やっぱそうよね。ただ、まずはやっぱり平常心保たないことにはもう。インターハイかかってないから生ビール買う行動はだってフロントレーの試合の前ってみんな前日緊張で寝れないですよね。寝れるわあれしっかりしっかりあれそっから出てるのかフロンパークを一周するってフロンパーク一周するってどういうこと要はあのオーケストこれってそう要はなんだろうフロンパークっていろんな食べ物あるじゃないですか、うん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 、でその中でも今日俺が食べたいものは何だろうっていうところをまずしっかり探るんですよ。探るんだ、うん。なんか決まったものを食べるって人ももちろんいると思うんですけど、うんうんうん、まあ、その中でも、いやでも今日ちょっとこれにしてみようかなっていうのってあるじゃないですか。それを決める作業ですよね。だから。ちょっとあれですもんね。真冬にすっごいフロンパーク何周もして悩んだ末に買ったたこ焼き、メイン持ってくまでに冷め切ってカチカチになってましたもんね。それは本当の話だよ。めちゃめちゃ迷って。ええけど、あれじゃない、フロンパークを一周する前に、ビールを飲みながらフロンパーク一周しない？あ、でもそれは確かにそうかもね。一旦ね、一旦ちょっと落ち着こうって落ち着かして、何食べたいかなって見ないかな。はいはいはい。それは分かりますね。確かに。まずその前にさ、到着的なツイートしない？俺ツイッターやってないからな。ツイッターやってないやつに人権なんかないっすよ。ツイッターやってねえやつ、YouTube の MC やってる、はい、どういうことね。本当だよね。まあ、もうすべての本当に根源はここなんですよ。これもう、初っ端から全員譲らないね。やっぱ平常心保たないと全部できないですから、ね。だから平常心保つは、まずやることって言えるかは、ちょっとそれはもう、整えるから。行動じゃないからね。行動じゃないから、ね、やっぱり。うん。そしたらだから、ツイートか生じゃない。どっちですかね。人でさ、まあリアルで言えば俺は必ずビールは買うけど、うん、でもこれは多分ビールは買うけどビール買うのは多分大人だけだなと、うん、まあね、まあそこ高校生ぐらいまで広げたらもしかしたらツイッターかもしれない。ああそうだね、うんうん、それはそうだね。だ全員やるってなったらツイッターかもしれない、うん、じゃあそう考えたらツイッターでしましょうか。そうですね、よろしいですか。はい、じゃあ届きについてまず最初にすることといえばの、正解は到着のツイートをするになりました。はい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 。ありがとうございます。でも、本業はここですよ、皆さん。まず平常心保つところ。譲れ。本当はここですよ。譲れよ。面白い。面白い。